はい、今回は7月の6日、森下選手降格、西純也投手、及川投手昇格についてお話をしていきたいと思います。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃればぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻っていきましょう。7月の6日、森下選手降格、西純也、及川投手昇格についてということで、この件についてですね、個人的な試験であったりとか、そのあたりっていうのをですね、お話していきたいんですけれども、今日の紙面上でですね、森下選手がですね、2軍降格ということになりますというような話があって、その代わりにはですね、2軍レースに出ていない、おそらく西純也投手と及川投手が上がるんじゃないかというような話題が、紙面上で踊っておりました。で、この件に関してですね、いろいろ個人的に思うところもありまして、阪神、これからどうなっていくんだろうというところも心配なところもあってですね、少しその点について、触れていきたいなというふうに思います。で、個人的にこの件についてですね、ざっくり思うことって、3つなのかなというふうに思っていまして、まずは1つ、西純也投手、及川投手の扱いに関する疑問ということと、あともう1つですね、一部の弱点は野手なのではということ、で最後、豊田選手、野口選手、このあたり挙げたのにっていうようなことなんですけれども、この3つについてちょっと順番に話をしていきたいんですけれども、今回西純也投手と及川投手がですね、一軍に上がるということで、それはそれで個人的にはいいことなのかなというふうに思っているんですけれども、やっぱりこの西純也投手と及川投手の使われ方ですよね。共に22歳の年齢の投手にはなるんですけれども、先発として、結論から言うと先発として育てていくのか、中継ぎとして育てていくのか、このあたりが本当にはっきりしないというのが今、現状でして、西純也投手に関して言うと、ファームの方ではですね、今年の初めはですね、結構先発していたりもしましたし、ただ一軍に上がった時には中継ぎとして上がるということで、なかなかね、調整というところまで、そういうところでもないのかもしれませんけれども、やっぱり先発調整していくのか、それとも中継ぎ調整していくのかっていうところで、力の入れ具合であったりとか、そのあたりっていうのも変わってくると思いますし、西純也投手に関してもですね、去年結構こういろいろ言われるようなこともありましたけれども、全体を見た時にはですね、そんなに悪いピッチングではなかったんですよね。防御率去年はですね、一軍では 3.86 ということでやや高いかなというふうに思いますけれども、じゃあそこまで乱れていたかと言われればですね、そういうことでもないと思いますし、去年なんかで言うとフォアボール率ですね、結構フォアボールが多いよねっていうような話ではありましたけれども、実は 8.9% っていうことで、全体から見るとそんなに高くはない。ただ阪神タイガースの投手陣という中で見るとですね、去年はちょっと高いかなというふうにはなりましたけれども、そういった感じですし、三振率の低下っていうところがですね、去年はやや、その一番活躍した2年前と比べるとですね、落ちてはいまして、19.4% から 14.2% ということで落ちてはしまっていたんですけれども、そこまで大騒ぎするようなピッチングでもなかったんじゃないかなというふうに個人的にはですね、思っているような感じでございます。はい、そういった中でですね、西純也投手先発から中継ぎに降格するような形でですね、去年は、一軍での出場っていうのはしていましたけれども、ファームに戻った時にはですね、やっぱり先発投手として投げていたりっていうところで、このあたりもはっきりしないですよね。であとこれが、顕著に言えるのがやっぱり及川投手でして、及川投手はですね、やっぱり1年目のですね、中継ぎ登板でですね、肩を壊してしまったっていうところもあって、ちょっとこうなかなかこう活躍できないシーズンっていうのも続いていましたけれども、去年は中継ぎでですね、一軍で33試合、登板していますけれども、今年、個人的には及川投手ってもっとこう大きく育っていく投手なんじゃないかなというふうに思っていて、先発投手としてのこう役割っていうのも、十分できるピッチャーだと思っているんですけれども、なかなかに使われ方っていうのがですね、はっきりしないですよね。及川投手、特にランナー背負った時にですね、ちょっと打たれてしまうっていうような傾向もあるので、そういう意味で言うと中継ぎ個人的には不向きなんじゃないかなというふうにも思っていますし、フォアボール率もですね、及川投手もそんなに悪いピッチャーではないので、先発として大きく育てていくっていうことは、できるピッチャーなんだろうなというふうには思うんですよね。
で、まあ、今年のドラフトっていうところにも話がですね飛躍するかなというふうに思っているんですけれども、やっぱり金丸投手のですね待望論というのが実はファンの中でも結構多くて、まあ、個人的には意外だったんですけれども、まあ、西純也投手であったりとか及川投手、あとは、まあ、今も一軍で、ね、投げてますけれども富田投手であったりとか、まあ、若手ピッチャーでもですね十分先発これから担えるようなピッチャーは揃っていますし、今ねこう青柳投手も2軍にいるというような状況になっていて、いや投手に関しては個人的には過剰になってしまってるんじゃないかなっていうふうにも思っている中で、まあ、こういった形で適材適所でしっかりと、投手の配置っていうのを割り振っていけば、十分まだまだ、これから 4,5 年はですね戦える戦力、現有戦力でもいるというふうに思っているので、まあ、この西純也投手と及川選手に関する扱いですよね。まあ、これか、まあ、おそらく、昇格するとなれば、中継ぎ投手での起用という形になると思いますし、まずは敗戦処理とかそういうところからっていうふうになると思うんですけれども、そういうピッチャーではないんじゃないかなというふうには思っているというところで、この2人のこう扱いに関するこう存在さというか、そういうところがまずは一つ気になるところかなというふうに思っております。はい、で次にですね一軍の弱点は野手なのではということで、まあ、ここについても触れていきたいんですけれども、まあ、森下選手を降格させてですね、まあ、2軍野手陣の方から誰か上げてくるのかなというふうに思っていたんですけれども、上がるのは投手ということで、まあ、一軍投手陣ももちろん疲弊しているっていうところはあるんですけれども、そういうことであるならば、野手を下げるっていうことではなくて、中継ぎ投手でちょっとこう疲れている投手を下げて、西純也投手、及川投手を上げればいいだけだと思うんですけれども、森下選手を下げてですね、こう年を入れるっていうのが個人的にはちょっとこう理解に苦しむというか、それって違うんじゃないのっていうふうに思ったりもします。で森下選手に関してはやっぱり岡田監督の方からも直近で言うとこう縦振りと横振りっていうことで、まあ、レベルなのかアッパーなのかみたいな話がですね、まあ紙面上でもこういろいろこう取り沙汰されているような状況だと思うんですけれども、まあ、そんな中で、2軍降格っていう風になってしまうと、やっぱり岡田監督にですねこう好まれる選手が1軍に残れる選手っていう風になっちゃうんじゃないかなというような、ファンの目線から見るとですね、そういう憶測もですね飛び交うような状況になると思いますし、まあ、ただ本来プロ野球っていうところで言うとやっぱり勝ちに、一番勝てる選手をですね一軍に置くっていうことが必須だと思うんですよね。で、まあ、森下選手の、まあ、直近の打率っていうところだけで見ると、ちょっと厳しいところはありますけれども、チームの中で見ていくと、まあ、2割3分打っていてホームラン6本ということであれば、阪神タイガース打線の中だけで見るとですね、まあ、それなりに上位のところに来るような選手ですよね。まあ、それを、まあ、2軍に落としてしまうと、大山選手、佐藤輝明選手が直近で言うと、まあ、割とこう調子が戻ってきたかなというような感じもしますし、前川選手もいるということで、まあ、長打力不足っていうところには、陥らないんじゃないかというような、想定で下げるのかなというふうに思いますが、やっぱり森下選手のこの長打力っていうのは、今の阪神タイガースの中では結構魅力だと思いますし、前半戦勝利打点も結構上げていましたので、まあ、立役者なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、下げるというような形に、判断されてしまったということですよね。なので、まあ、森下選手に関してもですね、まあ、このスイングの軌道ですよね、まあ、この件に関しては岡田監督から、いろいろ言われているというようなことも、まあ、紙面上では書いてありましたけれども、まあ、それについてちょっとこう悩んでいるというか混乱してしまってるんじゃないかなというようなところはありますよね。まあ、普段からこう比較的こう、ね、アッパースイングに近いような形でスイングしていたものをやっぱりレベルに変えないと打てへんよというような形でいろいろとアドバイスがあったというような話ですけれども、まあ、それをこう間に受けるか受けないか、まあその狭間の中で揺れて、まあ、このシーズン中にそれを言われてもなというようなところだというふうにも思うんですけれども、そんな中で、まあ、なかなか打席数も減ってしまってっていうことで結果が出なくてということになるので、まあ、一度リフレッシュっていう意味では2軍っていうのもいいのかなというふうに思いますけれども、まあ、その原因を招いたのは、まあ、森下選手自身ではなくて岡田監督なのかもしれないということも言えることでありまして、まあ、森下選手の2軍降格についてもですね個人的にはちょっとハテナマークがついている。で、まあ、上げる選手が、野手ではなくて投手ということがなおさらではありますよね。でまあ、2軍の方じゃあ誰上げるのっていうような話ですけれども、まあ、似たようなタイプで言うと、まあ、井上選手が当然1番には上がってきますけれども、個人的には高濱選手ですね。
で、ファーストも守れて、外野も守れる。で、まあ、ファームの打率はですね、今3割超えているんですよね、実は。目立ってもないんですけれども。まあ、そういう意味で言うと、高浜選手もですね、なかなかチャンスが、阪神タイガースに来たからは、巡ってきてはないんですけれども、今、阪神に来たからは、高浜選手一番いい状態にいるっていうことは間違いないものなので、まあ、こういう選手を本当にまあ先入観なくどんどん使っていくっていうのが、今の阪神タイガース打線に関してはですね、求められることだと思いますし、もっともっとチャレンジングなことをするのであれば、やっぱり出雲選手ですよね。まあ、このあたりの昇格っていうのも、あってもよかったんじゃないかなと。まあ、本当に今、阪神タイガースの打率が非常に低いような状況になっていて、率を稼げる選手をですね、上げるべきなのかなというふうにも思うので、まあ、打線のつながり役っていうところで言うと、出雲選手なんかは面白いと。まあ、ファームの方でもですね、ほとんど三振してないんですよね、実は6月に関しては。で、まあ、7月も、依然継続中というような状況になりますので、まあ、こういう出雲選手は上げてもよかったんじゃないかなというふうにも思いました。はい、まあ、ちょっと長々と話はしてしまいましたけれども、一軍の弱点は野手なのではというところに関しては、そういうことですね。であとは野口選手、豊田選手は使わないのというようなことなんですけれども、まあ、豊田選手もですね、まあ、交流戦の最中にですね、上がってきましたけれども、現状で言うとわずか12打席しか立ててないと。12打数の4安打ですね。まあ、3割3分3厘で、リパですよね。で、野口選手も、まあ、野口選手の方が直近では上がってきましたけれども、わずか5打席しか与えられていないと。で、何のために、1軍か、2軍から1軍に上げたのかっていうところだと思いますけれども、やっぱり阪神タイガースの打線がですね、非常に厳しい状況の中で、まあ、打てる外野手をですね、2軍の方から誰だということで上げてくれというような話だったと思うんですけれども、で、その2選手が上がったものの、この2選手でわずか17打席と。ということで、まあ、1試合平均で出していくと、もう3試合分ぐらいしか使っていない。まあ、こういう現状がありますよね。で、これならば、1軍から、2軍から1軍に上げる意味がなくて、なんであれば2軍の方でもっともっと打席数積んだ方が、よっぽどいいかなというふうには思うんですけれども、この2選手を使わない。で、まあ、ノイジー選手、メイス選手が今2軍の方の外野手守っているような状況ではありますけれども、調子が上がってくれば、おそらくこの2選手っていうのは、ノイジー、メイスに取って代わって、2軍に降格してしまうんじゃないかなっていうふうにも思っていまして、まあ、このあたりっていうのもやっぱり一番危惧されるところですよね。まあ、ノイジー選手、メイス選手に関しては、おそらく今年でですね、契約は終了になるかなというような選手だと思いますし、まあ、岡田監督としては今年の優勝っていうところを目指してですね、最前提を、まあ、打ち続けるっていうことになると思うんですけれども、そういった中で、まあ、ノイジー選手、メイス選手の調子が上がってくれば今年の優勝だけを見るとですね、使いたくなるっていうところは、まあ、個人的には分からなくはないですけれども、球団でやっぱりファンがいてこその球団で、その中でですね、まあ、ノイジー、ミエセスと豊田、野口がですね、まあ、ほぼほぼ同じぐらいの成績なのであれば、やっぱりファン目線から見るとですね、野口選手、豊田選手を使ってほしいっていうのが、率直なところだと思うんですけれども、この2選手に対する扱い方、1軍での扱い方っていうのは、現状なかなかこう信頼感を得て使われているというような感じはないのかなというふうには思いますよね。まあ、豊田選手なんかは結構こう交流戦の1試合、スタメンした時にですね、まあ、鮮烈なこう印象というのも残したかなというふうに思いましたけれども、その後なかなかこう使われることはないと。まあ、森下選手が下がった後には、まあ、島田選手ですよね。で、まあ、島田選手が悪いとはやっぱり言いませんけれども、やっぱり、まあ、言葉悪いですけれども、見えている範囲というか、もうこれ以上のこう見えるもの、大きくこう伸びるもの、爆発するようなものっていうのは正直ないのかなというふうにも思っていまして、まあ、足は速いですけれども、やっぱりポカも多いですし、走塁面でのミスっていうのも、まあ、見て取れることが多いような状況だと思いますので、まあ、そういう意味で言うと、個人的にはやっぱり豊田野口、まあ、このあたりを使っていった方がチームの起爆剤にはなるんじゃないかなというふうに思ったりもするというような感じでして、まあ、このあたりの2選手の使われ方っていうのもちょっと存在かなというふうにも思っているというような感じですね。で、まあ、最終的な結論としては今年は優勝厳しいんじゃないかというようなことが結論になるのかなというふうに思います。まあ
なんかこうチームの雰囲気であったりとか、まあ、選手の起用方法であったりとか、まあ、そのあたりが本当にこうチームとしてうまくはまっていないというか、チームが一丸になって、まあ岡田監督の起用方法を理解しづらいというかですね、まあそんな感じはしますよね。なんかちょっとこう選手と監督の間での距離感というか、まあ、去年優勝した時は本当にね、こう一体感があってですね、投打、あとはフロント、あとはまあ監督、コーチ、まあ、本当に一体感を持って、なんか試合が進んでいたかなというふうに思いますけれども、そのあたりがちょっとこう伝わらないような、試合というのが結構多くなってきてしまっているかなというふうにも思っていまして、そのあたりがちょっとこうファン目線で見てですね、危惧されることなのかなというふうにも思いました。はい、まあこの阪神の現状について皆さんは今いかがお考えでしょうか。もしよろしければですね、本当にまあファンの目線でのこうコメントを、ざっくりとした話でもいいんで書き込みしていただけると嬉しいなと思います。はい、まあ今回はですね本当に個人的な、意見、試験をですね、述べさせていただくっていうような感じでしたので、まあエンタメだと思って聞いていただければなというふうに思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。